はい、鎌倉鑑定の林でございます。今日はですね、最近鑑定評価を受けました実例をもとにしまして、評価の活用場面についてお話しいたします。まず最初はですね、賃料の増額請求の事例でございます。都内で駅に近い8階建ての賃貸用ビルを購入された方からのご相談でした。あるフロアのテナントがですね、前のオーナーとの特殊な関係から敷金保証金の授受がなく、賃料もかなり低く抑えられているので、これを何とかしたいということでした。まず弁護士さんにご相談してですね、交渉に当たってもらったんですが、うまくいかなくてですね、いよいよ訴訟ということになりまして、その際ですね、要するに取引業者の査定では通用しませんので、鑑定評価継続賃料のですね、鑑定評価書を作ってほしいと弁護士さんの方から依頼が参りました。で、これどうなるか分かりませんが、これで一応ですね、訴訟の準備が整ったということでございます。裁判となりますとですね、正式な評価書が必要になるということです。から次にお話しするのはですね、相続税についてです。地方で広大な土地を所有される地主さんがですね、将来相続が発生した場合に、相続税がどのくらいになるか心配だということで、いつも申告を見ていただいております税理士さんにご相談されました。概算額を出していただいたんですが、どうもこれは高すぎるんじゃないかという疑念を持たれてですね、まだ相続は起きておりませんが、一度鑑定評価できちんと出してほしいという依頼が参りました。で、私ども取引事例比較法とか収益還元法など、正式な鑑定評価の手法を使いまして、出したところですね、税理士さんの出した概算額よりかなり低い評価額を報告することができました。結局ですね、路線価などに、頼った概算ではですね、やはり限界があるということが分かりました。このようにですね、賃料の増額とか減額の交渉の時、それから敷地がですね、雑種地であったり、一部が山林であったりする場合など、鑑定評価を活用することでですね、大きな成果を出すことが可能です。ぜひですね、ご相談をお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。